さんどうもこんにちは、さくらチャンネルへようこそ。今日はですね、スマホの写真とかって結構皆さん撮りますかね、なんですけど、 iPhone は一眼レフ並みに写真を撮れるということで本当に機能が上がってるんですよね。そう、そこでね、その iPhone で撮った写真をこう綺麗に加工したりとか、あとは印刷したりできる方法があるんです。方法をね、今日は紹介していきたいと思います。はい、早速スタート。どうだったでしょうか。ということでね、今日はちょっとオープニング撮ったのが昨日だったんですけど、だから洋服と髪型が全然違います。ということでね、今紹介していきましたピコカレッジなんですが、本当にね、好きなようにいつでもこう時間に合わせて作れますし、無料のねスタンプだったりとか背景を使って、こう自由自在にね、オリジナルな感じで思い出を残せるっていうアプリになります。で、ね、そう、写真とかね、でその加工したものを印刷することもできるんですね。そう、
で、その方法はね、また後日紹介していきたいと思います。今回はね、ピコカレッジのアプリを使って加工する方法を紹介していきました。はい、どうだったでしょうか。ぜひ皆さんも使ってみてください。はい、ということでね、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。よかったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。